ブラック企業を入ると実は本能的に辞められないって感じ始めるんですよね。自分に危機を感じる。この企業を、この仕事を変えたら自分の人生が終わってしまうって本当に本能的に感じ始めるっていうことについてお話ししたいんですね。This video means a lot to me. 実は僕もその企業の中に入って、もう本当に辞められたのが奇跡。もう本当にその時は永遠に辞められない。ずっとこの形で僕の人生を生きていくんだっていうふうに本当に思ってたんですね。で、これがもう本当に奇跡のように変えることができて、I am so lucky. I am so lucky. で、これが変わったことについて本当にラッキーなんですよ。で、このビデオはそのブラック企業で今本当に辞められないっていうこのあったら、もう本当にこれは僕の贈り物っていうか、その大丈夫だよっていうメッセージの一つなんですよね。で、ブラック企業に入ると何が起こるかっていう話なんですよ。ブラック企業の中にの、これピラミッドスキームになってるんですよね。で、もう本当に普通の世界と違う世界なんですよ、ブラック企業の中って。でも本当にエコシステムみたいに世界になってるんですよ。で、トップドッグがいる、社長とかで、まあ、役員レベルもいるかもしれないけど、で、上司とかがいるんですよね。で、ピラミッドスキームになってるんですよ。で、ブラック企業にいないんだけど、ね、このビデオを見てくれている人、本当にありがとうございます。このビデオの中には、本当に自分の人生を大きく変えられるようになる秘訣の「え?」っていう情報が入っています。もう本当にこの一つを知るか知らないかで、もう絶対大きく人生が変わると思います。それはね、この動物の脳の目的を知ることによって人生が一気に変わってくると僕は本当に思うんですね。この脳の本能の目的は僕たちを幸せにすることじゃないんですよ。この本能の目的は僕たちが生き残ることなんですよね。あなたの、僕たちの人間としての脳の中には動物的な本能っていう部分があって、人間的な論理を使って考えて行動を選ぶっていうのを、この2種類があるんですよね。まあ、よく考えると3種類があるって言われてるんですよ。この蛇の脳と動物の脳と、そしてこの人間的な脳と。で、この本能の、英語で言うと limbic system っていうんですけれども、この limbic system っていうのはなんと、まあ、どのぐらいね、古いかっていうと、まあ、3億5000万年ほど古いものって言われてるんですよね。3億5000年前なんですよ。で、人間がどのぐらい前から人間になったのかっていうと、まあ、20万年前ほどなんですよね。だから、この動物的な、感情的になって、論理じゃなくて感情的になる脳っていうのがものすごい力を持っているんですね、僕たちの人生の中で。その幸せになるための脳だったら、もう人類はここまで生き残ってないんですよね、生物も。生物、これは本当に前回の、ゴッドメンタルのビデオでちょっとお話しさせた、ピーターソン博士がね、人生の12のルールっていうところの最初のルール、身を張って生きていこう、なぜかっていうとセロトニンが流れていくっていうところで、ロブスターの話があったんですけれども、このロブスターのサバイバルメソッド、ね、トップのロブスターがになると生き残りやすくなるんですよね、生物として、サバイバルとして。で、僕たちの本能はこのトップになる、またはトップになれなかったら、できるだけトップに近くなって生きていくっていう、この本能が僕たちの脳の中にはついてるわけなんですよ。ね、これよく分かりやすく説明すると、ね、
狼の群れなんですよね。狼の群れって研究したことありますか？すごい面白いんですよ、ね、実はトライアングルのピラミッドスキームみたいになってるんですよね。でトップに狼のアルファドッグっていうトップの狼がいるんですよ。でこのアルファドッグが一番強いよね。でその次に奥さんがいるんですよ。奥さん、狼って結婚式挙げてないから奥さんって言ってもちょっとおかしいかなごめん、その女性のメイトがいるんだよね。でこれがアルファメール、アルファメールとアルファフィーメールって呼ばれてるんですね。で次ベータっていうランクがあるんですよ。2番目でベータメールとベータフィーメールっていうのがあるんですよ。で下にいっぱいレベルがあるんですよね。でどういうことかっていうとね、例えばこのなんかみんながね鹿をわーとかやって食べるチームで働くんですよ、オオカミって。で一番いいところは誰が食べる？そのアルファドッグ、トップのオオカミが一番いいところを食べるんですよね。でナンバー2、誰が次食べるの？その奥さん、奥さんじゃない、そのね、メイト、フィメール、アルファの女性が食べるんですよ。この時に下っ端のやつがちょっと僕食べていいってなったらどうなるっていうと、そのトップのね、トップの狼たちがグーとかやるんですよ。でもポイントは食べる順番もこのピラミッドの順番になってるんですよ。ね、で今度ナンバー5がナンバー4になりたいじゃないですか。ね、でナンバー5がナンバー4に戦う時、トップのやつらはちょっとほっといたりするんですよ。ここで内戦が起きてゆっくりクライムしていくみたいな感じで、でも気をつけないとこっちがトップになると思うから今度ここで戦ったりするんですよね。これ実際にある話なんですよ。でこのトップになるっていう本能がめちゃくちゃ古い。でその次に大切なことが、一緒にやっていくとね、サバイバルのチャンスが上がるっていう本能があるんですよ、ね、狼の場合なんですけれども、狼って一人で生きていくのがすっごい難しいんですよね。で例えば、ね、アラスカの狼とかムースとかアタックしないといけない時もあるんですよ。ムースの子供とか、ね、パパムースの目の前でムースの子供狙うんですよ。ハードル高いですよね、一人でやると。ね、キックされたらアウトだから。でも群れでやると、ね、パパムースをちょっと攻撃して、ね、子供をこっちで食べるとか いろんな方法ができるんですよ ね。だからこの動物脳の本能、ね、ロブスターよりちょっと若いんですけれども、一人でトップになる、一人で生きていくっていう、ね、そういう感じではなくて群れとして生きていく、 Your limbic system、 動物脳ですよね。すごい古いんですよ、ね、でこの動物脳は一人でいると危険だって感じてるんですよ。さっき言いましたよね、動物脳の目的はサバイバルなんですよ、幸せじゃないんですよ、ね、だからこの人間脳は幸せを求めているんだけど、動物脳はサバイバルですよね。一人でいると危険だって本当に思ってるんですよ。じゃあ超嫌な環境だけどみんなと一緒にやってた方が楽だって思うんですよ。でこの狼が一人で行くぞってなると本当に死ぬかも、無理だろって思い始めるんですよね。で何がこれブラック企業と関係あるのか、面白いんですよ ね。実は人間の中でも、もう本当に人間がチンパンジーみたいなところが来たんですけど、そのチンパンジーの中にもあって、すっごい古いもので、人間も実はこのピラミッドスキームになってるんですよ ね。お殿様もそうですよね。お殿様、侍で農民の人たちがサポートしているっていう、ね、ヨーロッパの王様とかもそうですよね。王様がいてそこの下に、ね、ピラミッドスキームになっている。でそのトップの 1% が本当当にもうみんなのお金もね、 90% ぐらいのお金も持ってるし、もうお国全部の土地を持ってるとか、ね、気持ち悪いほどパワー持ってるんですよ、トップに。でこのトップに入るとサバイバルのチャンスがめちゃくちゃ上がるんですよ。
例えばイギリスの、ね、昔のイギリスの王様の子供だったらサバイバルレートが普通の農民と比べるとどのぐらい高いと思います、ね、全然違う話なんですよ。だから僕たちはこのサバイバル本能的にあのトップのピラミッドに入りたいっていう本能があるんですよね、サバイバルのために。でここは下に行くと自分のサバイバルが少なくなっていくんですよ。でこれが自分の中のアミグダラとか実際にこのストレスホルモンが流れたりとか実際にこの本能の部分があるんですよ。 All right. でここがね、ちょっとここがブラック企業になって深くなっていくんですけれども、でブラック企業も上に上がった方がサバイバルが楽になって下にいる方がサバイバルが難しいっていう風になっているっていうことなんですよね。で面白いのがブラック企業の中で働いている人って意外とめっちゃいい人が多いんですよね。いい人が多いんですよ、ブラック企業の中で。すっごい親切で優しくて、でもこのね超鬼みたいな超ブラックで超怖くてもう間違いなくずるくて、で本当にもう刑務所に行くのぐらいな犯罪をやってる人もいるんですよ、ブラック企業の中で。でこうやって優しい人がこのピラミッドスキームの中に入ってやめれないんですよ。ね、でこれ論理的に考えると絶対やめた方がいいんですよ。これ本当にメンタルにストレスになってるし自分がダメだって思い始めて超自分も勘違いしてて不幸なもうメンタル系にもう本当にストレスホルモンが流れまくってる、コルゾーンが流れまくってる、アドレナリンが流れまくってる、で夜寝れなくなっちゃう、で家族にも影響が出てくる、自分の人生どこ行っちゃったのって、ね、で超冷静に考えるとね、いやもう今すぐやめて、でどっか仕事もう本当にコンビニでもいいんですよ、生活費をためにやっていって、必要で家賃払えないんだったら家賃を、ね、住む場所を変えて、ね、永遠じゃないんだから、でそこで、ね、冷静にコンビニとかでちょっと頑張って、でその間 OK、 じゃあ自分が本当に何したいんだろう、得意なことは何だろう、やりたいキャリアは何だろうって言ってゆっくり時間をかけてそのための勉強、そのための努力を冷静に数ヶ月とかかけてやっていって、資格が必要だったら資格を得て、でそれでちょっと面接に挑戦していって、で1回目で当たるなんてそんな、ね、何回も何回も挑戦していくのが普通なので。ね、でそれを長期的にやっていって、なんで面接受からなかったんだろう、なんでどうすれば受かるんだろうっていうのを冷静に判断して、そのためのスキルを上げていって、で生活していくとそのキャリアを変えて幸せなキャリアに行くことができますよね。これもう本当に冷静に考えたら論理的にそれが正しい道じゃないですか、ね、でもブラック企業の中に入るとその冷静に考えられないんですよ。冷静に考えられない。それだけじゃないの。もっと気持ち悪いことが起こるんですよ。それはこの自分の人生を本当にひどくしている人に気に入られるために努力をし始めるんですよ。見て、私ちょっと頑張ってるんですみたいな、褒められたいみたいな行動をやっていくんですよ。気持ち悪いでしょ。自分の人生を罰にしてパワハラしてアビューズしている超悪の存在にその人に気に入ってもらうために行動を頑張り始めたりするんですよ。論理的におかしいでしょ。おかしいよね。これおかしくないんですよ。これが本能のパワーなんですよ。これが動物脳のパワーなんですよ。これおかしく、これやるとサバイバルできるんですよ。わかる？動物の脳はあなたが幸せになってるもらうことを意識してないんですよ。あなたが今夜生き残れるかっていうことを考えてるんです。でこのピラミッドスキームのエコシステム、サバイバルのメソッドになってるんですよ。一緒に生きてるっていう状態でトップに気に入られると、気に入ってもらえると何が起こるかっていうと自分のランクが上がるんですよ。そうすると
サバイバルの確率が上がるんですよね。だから論理的に考えないんですよ。これが本能の力なんですよ。ね、So if you want to make your life better、もし自分の人生をいい方向に変えたいんだったら、自分の本能が今行動しているのか、自分の本能が恐怖を出しているのか、これを理解できるようにならないと、そうしないと幸せは手に入れることはできません。だって本能はサバイバル、生き残ることはできますよ。生き残ることはできるけど、幸せになることができないんですよね。だから幸せになりたいんだったら、まずこの本能のパワーがどのぐらい強くて恐ろしいのかって知らないといけないんですよ。だからこのブラック企業に入っちゃうと、このようなもう逃げたら死ぬぞっていう恐怖が出てくるんですね。で、この中でもっと努力したいっていう変なモチベーションが出てくるんですよ。もうどう考えても今すぐやめた方がいいんだけど、やめたらダメになっちゃうっていうわけわかんない、すっごいもう心の奥のハートの下のもう背骨の一番下っ端から感じる超恐怖が出てくる。で、その中でもっとブラック企業の中でお前頑張れって言ったら、はいとか言って勝手に頑張る、わけわかんない。これが本能のパワーなんですよね。All right、じゃあね、ちょっとここまでね、話を持ってきたらどうすればいいのかっていうのをやっぱり絶対ちょっとお伝えしないといきたいなって思うんですよ。で、ちょっと一つこの方法をやると、一瞬で、本当に一瞬で恐怖がなくなる、まあ、正直言ってすごい減りますよね。もしこのような恐怖を感じたら何をすればいいのかっていうのは、まあ、もちろんベースラインを作る、ね、あの朝起きる時間を同じ時間にする、ね、運動とかをして、その天使のホルモン、3つのホルモン、ね、このオクシトシン、ドーパミン、エンドルフィン、オクシトシンとドーパミンとエンドルフィンを上げていく、ね、ストレスホルモンを減らしていくことをやらないといけないですよね。もう本当にこの自分の体が、あのこの副交感神経、 Your parasympathetic nervous system をアクティベートして、幸せホルモンが流れるようにしないといけない。何をしないといけないかっていうと、動物脳が今人生をコントロールしているんですよね。恐怖って動物脳から来ているんですけども、それをこのニオコーテックス、この若い人間の部分、論理的に考える部分に変えていかないといけないんですよ。で、どうやるかっていうと、このホルモンバランスを変えていって、副交感神経を使っていくっていうことなんですよ。まあ、今の説明がちょっと難しいと思うんですけれども、すごい簡単な方法があって、ね、これぜひ試していただきたいんですけれども、今度恐怖を感じた時、恐怖に名前をつけると恐怖のレベルがガンって下がるんです。例えばこのブラック企業の中でもう辞められないっていう恐怖、これに名前をつけてみてください。名前をつけるっていうことは、動物の脳って名前つけられないんですよ、ね、狼とか名前つけて話してます？言葉話してないですよね。本能的に感情で流れてますよね。これ危ないぞっていう感情がありますよ ね。でも人間、僕たちはその感情に名前をつけることができるんですよね。で、そこに名前をつけることによって、この動物の脳から人間の脳にガッて一気に感情を動かせることができるんですよ。どこが怖いの？何が怖いの？何感を感じてるんですか？罪悪感ですか？そうやって感情に名前をつけていくと、論理的に考えることができて、ゆっくり論理的にどういうふうに対応をした方がいいのかっていうの方が分かってきます、right. なのでこのポイントは、ね、このブラック企業に入っちゃうとこのようなことが起こる。本能がサバイバル、
本能はあなたを幸せを望んでないんですよ。生き残ることを望んでるんです。だからやめたら死んじゃうんじゃないか、この一人の狼になっちゃうんじゃないか。大丈夫ですよ、大丈夫、本当に。でもそう思っちゃうんですよね。やめたらダメだって本当に思っちゃうんですよ。で、ね、その次、その中で努力し始めるんですよね。そのルールがある、そのピラミッドスキームのブラック企業っていう、そこの、ね、トライブみたいなもんなんですよ。その中のルールを守って、その中のルールで上がろうとするんですよね。それはあなたのサバイバルメソッドだっていうことをちょっと理解すると、その恐怖と自分にとちょっと間を置くことができるようになると思います。All right。なので、まあ、ブラック企業に入っていない人たちも本当にね、最後まで見ていただいてありがとうございます。でもこの自分の行動が、この動物の野生的な感情的なものから来ているのか、そうじゃないのかっていうことを理解することによって、ね、自分がこの行動をするとこの結果が起こる、この結果が私は望んでいるから、この行動を選ぼうっていう選択ができるようになってくると思うんです。ね、例えば怒っちゃうっていうのありますよ ね、 怒っちゃうと何が起こるかっていうと、いろんなストレスホルモンが体の中に上がってきて、ね、事実ではない自信がつくんですよ、ね、だから全然事実じゃないんだけど、ね、ストレスホルモンが流れてて、いや俺が正しいんだとか思っちゃうんですよ、正しくないのに。で冷静に考えるとそうではないなっていう時、ね、あのボクサーとか戦うじゃないですか、それソルモンで俺は勝てるんだ、あれ論理的じゃなくてもう直感的に感じてるものなんですよね。怒るとそうなっちゃうんですよね。でよく考えると、相手が怒ってる時に会話をすると自分に不利が起こるんですよ、ね、だから相手怒ってない方が絶対会話ってできるんですよ。で自分が怒ると相手がどうなると思います？自分が怒ったら相手も冷静に入れると思います？じゃないですよ ね。ベストはお互い冷静で、冷静に論理的に話し合うこと、それによって問題が解決されて、問題から逃げない、問題は解決される。でそれで結果が変わってくると、人生が変わってくる、それが望んでる結果ですよね。でも本能的に怒っちゃう。これを知ってると、あ、自分が怒ってるんじゃないんだ、本能的に怒ろうとしてるんだって、これはそのピラミッドスキームのチャレンジだって俺思ってるんだよ。そういうふうにやっていくと、本当にその幸せになる結果を選んでいくことができるので、本当にね、大きくもう幸せがすっごいいっぱい溢れて入ってきます、ね、ね、ぜひ試してみていただければ幸いです。 All right。 なので恐怖、怖いなって感じたら、これは何なの、ね、何なの、名前をつけてみてください。 All right。I love you guys so much。 ちょっと長い間付き合いしてくれて本当にありがとうございました。ぜひね、もしこのビデオ役に立ったなと思ったらシェアしていただければ本当に嬉しいです。僕たちのミッションもやっぱ幸せになる情報、幸せになる生き方をシェアしていきたいっていうのがあるんで、でもちょっと恥ずかしいよね、こういうのシェアするとね。 All right. I love you guys so much and I'll see you in the next video. Thank you so much.